がちょっとまだないのでこちらでお伝えさせていただきます、うん、はい、こちらがフリンジ付きニットチュニックになります、うん、品番が C の5041です、うん、はい、でお色が多分予想なんですけど、うん、多分まあこれで合ってると思います。あの、まだ商品ページができてないんですよ。そう、できてないので、はい、一応カラバリだけお伝えしておきますと、まず、こちらがベージュです。はい、はい、そして次がカーキです。はい、はい、そしてみーちゃん着ているのがモカです。はい、はい、でいーちゃん着ているのがオフホワイトです、うん、はい、でこちらあともう一色チャコールがあるんですけど、今日ちょっと撮影に行っているようで、うん、あのお持ちできませんでした。そうなんです、すみません。はい、チャコールもございます。ちょっとなんか入ってきていいですか。そわそわしてる、スースーするじゃあ、あの、あ、それかいーちゃん交代しようか、後で出そうか、私私出そうか、ね、はい、お値段だけいこう。はい、はい、お値段いきます。じゃじゃん、2700円。イエーイ。はい、うん、でこちらも、発売は、明日ですね、18時からになりまして、はい、11月4日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、はい、じゃあみーちゃん下だけ一回違うの入ってきてもらってすいません、みーちゃんと交代します。ショーパン合わせしようかな、私最近私ハマっとうからショーパン履くの似合いますよね、ちゃんとそう、どうしよう、何履こう、あ、ニット、そう、何でも何でも、うん、全然男前とかじゃないです。私は別、私全然、あの、最近もショーパン履いてたからなんかみーちゃんがすごい、あの、抵抗めっちゃ抵抗ある、抵抗感すごいあったから一枚も持ってないです、ほんま。じゃあ、あの、その間にあのポイントをお願いします。私この色にしてたポイントをお願いします。はい、はい、ポイントいきます。これはフリンジがね、ポイントのニットになってます。こことで、ここもフリンジついてます。なのですっごいポイントになって、あの、シンプルなんですけど、フリンジがポイントになってめちゃくちゃ可愛いです。あの、足出せる方はさっきみたいにショーパン合わせしたりとか、こういうプリーツスカートをインして、ちょっとレイヤードコーデっぽくワントーンでまとめてもめちゃくちゃ可愛いです。はい、でこれちょっと商品ページがまだ載ってへんからあれなんですけど、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。私もよし、なんですけど、あの、ヒップ周りが隠れて体型カバーもがっつりできるかなと思います。ここ、ほんまにヒップだいぶ下です。ヒップの一番下から手のひら何個2個かなくらいいけそうなぐらいなので、高身長さんでもがっつりお尻隠していただけるんちゃうかなと思います。はい、なのでショーパン合わせできる方はこれにロングブーツとか合わせてもめちゃくちゃ可愛いと思いますよ。はい、おすすめです。ちょっとブーツ取ってこれ、しっくりくるみたいな毛玉どうやろう、そんな長く着てないからあれなんですけど、今のとこ大丈夫やけど、やっぱどうしてもニットなので気をつけていただいた方がいいかなとは思います。はい、その下にゆるゆるパンツだと変ですか。変じゃないと思いますよ。あえてのゆるっと感が可愛いと思います。例えばやけど、ブーツとかカバンとか黒で締めてあげるとゆるっと感もそこまでないと思います。はい、ニット買いすぎるとタンスの中大変なことになる、わかります。なんか私もハンガーに吊るしてかけたりしてます。この伸びなさそうなやつはやけど。してます。あ、かわいい、ね。ちょっとこれでも、あの、S サイズできついです、靴が。あ、そっか。そうなの。でもこれなんかウエストマークとかしてもかわいいかもね。なんか、あの、結構ゆるっとしてるんで。うんうんうん。白く持ったっけ、もうちょっかい一瞬で。あ、全然全然。なんか、大丈夫、まあ、うん、大丈夫。一瞬だけ、まあ、ショーパン合わせこんな感じでお見せれたらと思います。はい、はい、じゃあ、あ、みーちゃんのブラウンやベージュの色合わせが好きだって。お、ありがとうございます。確かみーちゃんワントーンコーデが好きです。よくします。はい、カーキっぽくなくて可愛い、カーキとマスタード混ぜたみたいな
そうですね、これね、ちょっと何色かな、これカーキっていうよりかは確かにマスタード感もあるかな、ライトカーキみたいな感じかな。うんうんうん、でがっつりカーキじゃなさそう、そう思います、うん、はい。じゃあせっかくなんでみーちゃん違う色も着てきてもらおう。はい、着替えてきます。あ、そう、オリーブ、オリーブ、そう、オリーブが言ってました。あ、そう、オリーブっぽいですね、ちょっとね、オリーブっぽいかもかなと思います。はい、あ、ちょうどみーちゃん他の色着れるって言ったからよかった。はい、みーちゃんスカートの品番教えてくださいだって。あ、スカートの品番ちょっと待ってください、調べます。はい、イーちゃんの履いてるブーツ買ったんですが履きやすいですか。これ実は私今 S サイズ履いてて、そっちに S があったんで履いてきたんですけど、履きやすいとか、多分ちゃんとして私の自分のサイズやったら履きやすいと思います。意外と今はもう結構ピタピタで何も動かない状態になってるんですけど、普通のサイズだったらいけそうです。はい、イーちゃんの着てる色イエベさんでも大丈夫かな。もちろんです。ちょっとこうオリーブっぽい黄身の強めの色なので、みーちゃんもすごい似合いそうやなって思います。はい、みーちゃんのショーパンの品番教えてください。これね、ベージュはまだ在庫がありましたよ確か。あ、セットアップのやつですか。そうそうそう、ジャケットも別であるんですけど、セットでも着れるやつで M3072 です。はい、 M3072 でございます。腕まくったら落ちてきますか。クリンジ汚れるかな。ここゴムとかそういうのがないので落ちますね。なのでこう上げたい方は折った方がいいと思います。うん、かなと思います。M3105 でした。あ、スカート、みーちゃんの先のスカートは M3105 です。ちょっと在庫状況は分かりかねますが、はい。いーちゃんリブパンツ履いてみてほしい。リブパンツあったかな今日。リブパンツはないかな、ね、ちょっとリブパンツすいません、ないです、申し訳ないです。でもレタスで最近よく人気 の, ちょっとフレアのリブパンツとか合わせていただいたりしてもめっちゃ可愛いと思います。はい、うん、そう、ロングブーツすいませんちょっとなくって、でもロングブーツ合わせめっちゃ可愛いと思うのでぜひやってほしいです。絶対合います。このデトー範囲で見てもらおうかな。多分これで今ロングブーツぐらい。ロングブーツやったら分かる。そうかなと思います。多分膝ここら辺までやと思うんで、ロングブーツやといい感じやと思います。はい。後ろ姿、はい、こんな感じです。結構長いので、後ろやったらなんかワンピみたいに見えるかも結構。うんうん。うん、かなと思います。はい、じゃあちょっと私違う着方してこようかな。お願いします。はい、よいしょ、フェルトマークしてきました。またシルエット変わって可愛い。低身長さんこの着方もおすすめです。結構上目でフェルトマークしてるんですけど足長く見える気がします。お洗濯は手洗いできますか。お洗濯は、あ、違うこれか、手洗いです。で、素材はアクリル 100% です。あ、みーちゃんかわいい、ありがとうございます。あ、みーちゃんコーデ丸々欲しい。みゆさんありがとうございます、嬉しい。なんか秋とか冬とか特にワントーンコーデしたくなります。なんかこのベージュ、ブラウン、アイボリーみたいなものが多い気がします。2人は何色推しですか。何色推しかな。私モカかな。でもモカ可愛かった。あ、さっき私そう。私かな。うん、モカか。私もモカが好きです、ね、でもなんか今撮影行っちゃっててないんですけど、チャコールもね写真見る限りめっちゃ可愛いんですよ。うん、なんで商品ページまた見てみてください。そのプリーツスカートの新色のグリーン気になってるのだけど、色合わせ難しいかな。私ちょっと実物見てないんですけど、でもそんなデザイン入ったりしてないので使いやすいと思いますよ。トップスベーシックな色のもの持ってきていただけると。はい、今日他にニットの紹介ありますか。うんみままさん、あります、
あ、これニットと言っていいのか。ニットか、ね、まあ、まあ、うんうん、これと、なんかちょっとチャイナっぽいカーデもあるけど、感じかな。あと前半でこのめっちゃ可愛い推しニット紹介してるので、よかったら IGTV 見てみてください。あ、みーちゃんのスカート買いました。やっぱり可愛かった。これ可愛いですよね。なんかこれちょっとタイトというか、若干体のライン出そうかなって写真だけ見ると思いそうなんですけど、これ意外とお尻の形全然拾わないのでめっちゃおすすめです。はなちゃんもめっちゃおすすめしてはりましたけど、うん、その上に合わせるコートはどんなのがおすすめですか。さっきのとか可愛いんちゃいますかね。もこもことかも可愛い気がする。あ、可愛い、めっちゃ可愛い。なんかワントーンやからここにカーキが入っても全然うるさくないと思います。あ、可愛い。アウター、私今日のアウター合わせるのめっちゃ好きです。もう可愛いし、綺麗めの、あの、あ、家にあるわ、買ったピンクのアウターがあるんですけど、ガウンコート、そうです、そうです、ガウンコート合わせるのも可愛いと思います、うんうん、はい、こんな感じで、うん、かわいい。パープルに合わせたら可愛かったので、うんうん、はい、これにしました。はい、あ、後ろにかけてあるムートンコートの紹介は今日ありますか。ございます。はい、もちろんです。後半でご紹介します。はい、お待ちください。少々お待ちください。はい、はニットに、このニットにニットのショートパンツって合いますか。このニットにニットのショートパンツ合うと思います、うん、なんか普通にシンプルな網目のやつやったら合うと思います、うんうんうん、なんか結構ケーブル編みが強めとかやったらちょっと主張が激しい気がするんですけど、うんうん、ベーシックな感じのものだったら大丈夫やと思います。はい、はい、ニットどんだけあっても欲しくなりますね。わかります、わかります。私もどんどんニットばっかりかさばってかさばって家がもう、私もや、はい、あ、ほんまや、私イヤリングどこやってきたの。あら、ちょっと待って、どっかやってきた、着替えの時にどっかやってきた、そこ行っちゃったかな。おやおや、そう、みーちゃん今ちょっとピアスを探しにどっか行った、どっか行っちゃった。多分今さっき探しに行った時かな。後で探します。うんうん、はい、いーちゃんが履いてるショートブーツサイズ小さめですか。普段 24.5 だと小さいかな。ラーミさん、私もこのブーツ持ってるんですけど、今私は L サイズを履いてて、でも私持ってるのは LL サイズです。私も24から 4.5 ぐらいのサイズ感なんですけど、これ結構ストレッチ効いてるので、多分 4.5 の方でも LL サイズだったら大丈夫だと思います。はい、いーちゃん履いてるパンツの品番知りたいです。私のこのパンツは品番が M の3089 です。私も履いてましたよ。あ、そっか、いーちゃんも履いてた。ありました、ホントピアス。あった、よかった。落ちてった。あ、パンツが落ちてたん。そうです。あ、よかったよかった。うん、ブラウンとパープルも合いますね。そうなんです、なんかこれがちょっと柔らかいモカ系の色なので合うかなと思ってパープル合わせてみました。はい、うん、こんな感じでございます。網目は詰まってますか。網目は詰まってる方やと思います、まあ、でもギュウギュウではね、うん、あのややゲージはあのハイゲージちゃうわ、こっちにこう詰まってる。そうね、ただかなり細かい、それこそこういうのとかに比べたら、あ、まあそうです ね、まだゆるっとはしてるかな、うんうん、そんな気がする、うん、とは思います。はい、はい、じゃあこんな感じで